知らないチャンネルの動画だな。好意に気づかない相手へのアピール方法について。で、なんでこんな動画がおすすめ欄に出てくるんだよ。いや、興味ないわけじゃないかもしれないとも言い切れないけど、こういうのって自動でおすすめに出してんだよな。なんで AI にバレてんだ。で、そうじゃなくて、とりあえず見てみるか。いや、参考になるとか思ってるんじゃなくて。ああ、手が滑ったな。始まっちゃった。うん、好意を向けられて嫌になる人なんていません。だから勇気を持ってアピールしましょうか。再生回数稼ぐための嘘だろ、そんなのさ。だって私の気持ちが知られたら、きっとしおりを困らせる。だからやっぱり、今のままが。って、似たような動画ばっかおすすめ欄に増えてるし。